ナバイオ海岸一入り江に打ち上げられたナンパ船陸路がないため観光客は船を使って訪れる。ザキントス島におけるナバイオ海岸の一ナバイオ海岸、またはシップレックビーチはギリシャヨニア諸島のザキントス島にある入り江である。本来の名称はアジョス・ゲオルギオスである。1 9八十年に沿岸高校船のパナヨティス号がこの浜で座礁して以来、 名前を海岸と呼ばれるようになり、観光名所となった。密輸品を運搬していたとの事実ではない。風説によって、俗に密輸者の入り江スマグラーズ工部とも呼ばれている。パナヨティス号メガボルトパナオティス号は、嵐のために1980年10月2日に、この入り江に座礁した。船が、タバコなどを密輸していたという説が語られているが、 船長のチャーランボースコンポセクラズカッツォロズは、この説を否定しており、実際に彼は何の卒業も受けていない。座礁後の船は大規模な略奪にあっており、29名が逮捕されている。名場所海岸は、ザキントス島北西のイレーション村にある。海岸は、切り立った、石灰岩外、白い砂浜と綺麗な、青い水によって成り立ち。 毎年何千もの観光客を引きつけている。海岸への交通手段は、船舶のみである。海岸への定期的なツアーは、南のポルトブロミと北東のアギオスニコラオストスキナリ岬から出発する。船はザキントスの港からも就航している。ナバイオ海岸は、著名なベースジャンピングのスポットとして知られているが、2012年6月8日には、 英国のベースジャンパーが死亡する事故が発生している。ありがとうございます。